どうも iPhone ヘビーユーザーのマグニーです。本日も iPhone アプリピックアップをお送りしたいと思います。本日ご紹介するアプリは2つ。では早速ご紹介してまいりましょう。本日はね、面白いアプリ2つですよ。カメラアプリと1個ね、ちょっと変わり種のアプリありますんで、早速ご紹介してまいります。はい、では1アプリ目から参りましょう。こちらです。まずね、記事の方のご紹介。パクリ撲滅のためにためのアプリ無料セール、オリジナル移行キャンペーンを開催します。要するにね、パクリなんですよ。パクリがすごく横行しています。今記事をご覧いただければわかると思うんですけれども、コードってね、そのプログラムコードですよ、アプリの。それも丸パクリで、もうとんでもない輩がいるんですね。こちら、この写真ご覧ください。こちら上にね、アプリはね、アイコンメモっていうすごい便利なアプリなんですけど、後で紹介します。こちら見てください。アイコンメモ、上にね、写真あります。こちら、このような写真があります。これアイコンメモね、これは偽物なんですね。アイコンメモと書いてありますが、完全に偽物。当然このオリジナルがこちら、こちらが本物になりますから、こちら、はい、これはね、僕も仲良くしていただいている方が作られたアプリなんですけども、特筆すべき点が一つありましてね、実はパクリの方がオリジナルのアプリよりも高いんですよ。ありえないんですよね。で、実際にこの開発者の方もですね、アップルに直訴をされております。で、全然アップルからもうリアクションがないと、ない状況だということをここに書かれております。でですね、この方はどうされたかというと、記事のタイトルにもありましたように、絶対偽物のアプリはダウンロードしないでほしいと。で、なんとですよ、そのもしかして偽物を持っていらっしゃる方がいっていらっしゃる方もいると思うんで、そういう方のためにですね、オリジナルへの移行をね、促してほしいと。今回なんと0円です。100円から0円になんと、そうオリジナルに移行をして、いただくために0円セールをやられております。なので今のうちに皆さん、ダウンロードしましょう。今その日本のアップストア、まあ、全国なんでしょうか、全国のアップストアでやっぱりパクリをね、やっぱり根絶したいなっていうデベロッパーさんの切なる思いがこのエントリーには書かれている。ぜひリンク先からご覧いただいてですね、ぜひこのオリジナルのアイコンメモをみんなで使おうっていうことです。今0円なんてね、開発者の方にちょっとあれですけどもね、0円なんでダウンロードしましょうってことです。ではアイコンメモのご紹介に参ります。アプリの説明をしない、今はね、操作するんで見ていただければわかります。こうアイコンみたいなのがありますね。もう何でもいいんで、とりあえず一つタップします。そうするとサファリが立ち上がるんですけどね、サファリが立ち上がって、このようにね、下にこのメモをあなたの iPhone にインストールするにはをタップして、ホーム画面に追加を選んでくださいってなってますね。これをね、やればいいんですけれども、で、ここにエヴァーノートリマインダーと同期ってありますが、ここはね、今回あえて活用させていただいて、これも便利な機能なんですけどね。で、早速これをホーム画面に追加してみます。真ん中ですね、名前はね、やっぱりテストですね。これテストでは追加しましたと。じゃあこのように追加されましたね。これテストタップします。そうするとこうメモを入力できるんですね。ここにテスト、まあこれぐらい入力しておきましょうか。まあこのように入力しました。じゃあするとね、上にね、テストって反映されてますね。要するにね、これがほら見てください。アイコンに先ほどテストって書いたのが見えてます。メモを貼れる、付箋を貼れるような感覚でアイコン、ここにアイコンを置けるっていうことなんですよ。で、このメモはね、いつでもね、編集できます。で、さらに、ここに、右下にあるこの設定ボタンを押せば、用紙の色であったり、ペンの色、文字の色であったり、フォントであったり、行間とか、そういうのを設定できますっていうことですね。はい、ただこれだけなんですけども、このようにホーム画面にですね、例えば忘れたくないメモであったり、パスワードちょっとまずいか、まあいろんな使い方があると思うんですけど、覚えておかなければいけない数字があったとすれば、これでここに書いて数字をホーム画面に置いておけば、いつでもこう iPhone を見るだけで思い出せたりとかですね、すごい便利な使い方、これ応用次第によってはすごい便利に使えると思うんですよ。サイズもピンチインピンチアウトでこう調整できるんですよ。皆さんこのアイコンメモぜひご利用してください。今0円です。では1つ目以上です。はい、2つ目いきますよ。こちら
実に実用的、実に実用的。前後どんとこいな iPhone カメラアプリ、フロントバック、フロントバック、前後そのままですね。早速ね、じゃあアプリに行きましょう。どんなアプリかはね、アプリを見てからご判断ください。じゃあアプリ参ります。じゃん。このようなアプリです。今ね、立ち上げると、こうタイムライン的なのがあって、皆さんがこう上げた写真がこうやって見れるんですけどもね。この、写真の仕組み、今からご説明します。まずこのアプリ一番初めに立ち上げた時は、アカウントを作るように促されて、インスタグラムってご存知ですかね。あのような形で、オリジナルのアカウントをまず作ります。メールアドレスがあれば大丈夫です。その後に、Twitter、Facebook、Instagram と連携ができる設定を促されます。それを終えると、このような画面になるんですけれども、で、右上のカメラボタンを押すと、早速カメラを撮る状態になります。で、上半分まずね、上半分がリアカメラ、上半分が後ろのカメラね、リアカメラで撮影します。撮ります。するとほら、次フロントカメラが映りますね。このように、まずリアカメラで撮って、その後フロントカメラで撮るっていう動作をして、それをこの矢印を押すと Facebook に投稿する、もしくは Twitter に投稿する、 Instagram 投稿するっていうのができて、もちろんキャプションも文字もね入れられます。インスタグラムのように。で、別にシェアしなくても一番下にはカメラロールに保存できますよっていうボタンもあります。これでカメラロールに行けばこのように保存できておりますっていうことです。こういうの面白いですよね。みんなのね、集合写真をじゃあ撮りましょうと、じゃあ僕がカメラマンやりますよっていうことで、カメラマンやった時に寂しいから自分の顔も残しとこうっていうこともできるわけですね。面白いのがこれです。こういうのとかね、やたらひげの濃い女の子、こういう使い方もできますよってことです。こちら無料ですのでぜひご利用ください。では2つ目以上です。はい、というわけで2つアプリご紹介しましたが、いかがでございましたでしょうか。アイコンメモね、やっぱり偽物盗作の根絶のために皆さんでもね、この0円のうちにダウンロードして、そういう事実があるんだっていうことをね、覚えていただいてですね、まあね使う側とするとあんまり関係ないかもしれませんけど、そういう意識もね大事かなと僕は思います。はい、で2つ目のね、フロントバックってカメラアプリもね、面白いですね。僕ね、あんまりインスタグラムとか使わないんですけど、やっぱどうしてもね Facebook と Twitter で満足しちゃうんでね、写真の共有はどちらかに流せばそれでなんかいいかなみたいなところになっちゃうけどね、やっぱり新しいその SNS に必要なものは、僕の目線からするとそのやっぱり面白い撮り方ができるかできないかなんです。インスタグラムで言えばこう近くでね、真近くで写真の加工できるよってだけじゃないですか。まあ、初期一番初めの頃はねそれで良かったんですけども、やっぱりこういうね面白い撮り方ができるとね、前後でね、これもちろんあれを Facebook なり Twitter なりでシェアするとそれはそれで面白いんじゃないかなと思います。でまだ日本ではそこまで流行ってないんで、ぜひ皆さんで使って盛り上げていきましょうっていうことなんです。更新頻度としましてはですね、アプリね、面白いアプリがあればほぼ毎日、あればご紹介するって形でほぼ毎日更新しております。不定期更新ですね、不定期更新、まあでもほぼ毎日ですのつもりでやってます。はい、なのでよければチャンネル登録をよろしくお願いします。では以上、また次の動画で。